豆キュン。恐竜はどうやって分類されるの？トリケラトプスは草食恐竜で一番大きな角竜です。角竜？天竜類？竜脚類？なんだこれ。あら、どうしたの？恐竜の本を読んでいるんだけど、トリケラトプスが角竜だってさ。うん、それでどうして？角竜って何なの？トリケラトプスの別名なの？あと他にも恐竜は獣脚類、竜脚類、天竜類。お姉ちゃん、一体これはどういう意味なの？それはね、恐竜を分類した時の名前よ。恐竜を分類するって？恐竜は草食恐竜、肉食恐竜の2種類じゃないの？もちろん、食べるもので分けたりもするけれど、見た目の特徴で分けたりもするのよ。見た目？僕は区別ができないけれど。恐竜は骨盤の形によって分類されているのよ。骨盤？うん、だからお尻の骨のことよ。骨盤の形が今で言うトカゲと似ていたら竜斑目、鳥と似ていたら蝶斑目に分けられるの。画面のティラノサウルスとヒプシロフォドンをクリックして。うん。竜斑目の骨盤は背骨とつながった丸みのある腸骨が大きく、恥骨が前を向いているの。座骨は後ろを向いているでしょ。トカゲの骨盤と似ているのよ。蝶斑目の骨盤は恥骨が後ろを向いて飛び出していて、座骨と重なっているの。鳥の骨盤と似ているのよ。ふむ、骨盤の形によって竜斑目、蝶斑目に分けられるんだ。それから竜斑目は獣脚類と竜脚類にさらに分けることができるの。それぞれの特徴はポロも知っているよ。僕が知っているって？うん。獣脚類はティラノサウルスのように肉が好きな陸食恐竜のことを言うの。竜脚類はブラキオサウルスのように体が大きくて長い首と尻尾が特徴の草食恐竜のことを言うのよ。あ、だからティラノサウルスは竜斑目の獣脚類で、ブラキオサウルスは竜斑目の竜脚類なんだね。その通り。それから蝶斑目はさらに4つの種類に分けることができるのよ。ヘテロドントサウルスのように後ろ足が発達した草食恐竜は蝶脚類、レクソビサウルスのように骨盤とトゲがある天竜類、トリケラトプスのように頭にフリルや角が生えた角竜類、アンキロサウルスのように全身を鎧で武装した棘竜類に分けることができるよ。骨盤、フリル？お姉ちゃん難しすぎるよ。それじゃあ次の表を見て。ああ、こうやって見るとわかりやすいね。そう？それじゃあ次の恐竜を分類してみて。いいよ。みんな手伝ってくれるよね。正解。上手だね。いいね。いいね。正解。うわー、完璧に分類できた。
すごいすごい。だあ、これで恐竜の絵を見ただけでどんな種類なのか分類できそうでしょ。もちろん、これで完璧な恐竜博士になったぞ。へへ恐竜を見ただけで、この恐竜は長板目の天竜類です。こんな風にね。へへ本物の博士みたいよ。でしょ。へへへ